ありがとうございます。朝食を贅沢バームクーヘン。スナックサンドピーナッツ。ということで、あとね、カフェオレ。いやー、眠い。これから、これがうまい。うん。晴れてよかったな。あー、うまっ。明日も晴れるかな。昨日甲子園でね、阪神戦が巨人 VS 阪神、ゼロで負けちゃいましたよ。いやー、菅野投手先発でチャンスがね、巨人にいっぱいあってなかなか打てなくて、タイムリーでなくて、あ、うまかったな、贅沢。さあ、ピーナッツサンド、サンドっていうかスナックサンドピーナッツ、うん、今日も真夏日かな。今日負けるとゲーム差なし、今1ゲーム差で、今日負けたらやばいよ。
今日巨人がグリフィンか。ピーナッツ、これもうまいよ。ついに明日ですね、ユメディアホールのトークライブ、力地花尾さんの。明日は晴れか。先週の時天気予報でね、雨の予報だったけど、やっぱ天気予報結構変わるからね、一週間ぐらいで。あ、でもよ、東京は29度まで予想最高気温29度。買ったな。まあ、この二つだけでお腹いっぱいになるけど、チャンネル登録してない方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。